新潟市立赤谷中学校は新潟県新潟市中央区にある公立中学校である。旧新潟市での学校番号が一番だったため、総合体育大会など市内の全中学校が集合する大会での入場行進の順番は新設校がない限り先頭であった。新潟市立中学校の中で最初に学校給食を実施した。日本海の砂丘地帯に立っており、 かつては、関屋競馬場を挟んだ形で、住宅地があったため、学校で禁止されていたにもかかわらず、峠工事に、競馬場の敷地内を通る者もいた。日本歯科大学新潟校並びに付属病院に隣接しており、さらにその隣は、新潟市立浜浦小学校である。有明大橋町、有明大、関市日町目。 関心三丁目、関南町、関谷大戦前一丁目、関谷大戦前二丁目、関谷恵町、文京町、堀割町、弥生町、塩見台、品野町、関心一丁目、関心二丁目、関心三丁目、関谷、関谷本村町二丁目、関谷松並町三丁目、浜浦町一丁目、浜浦町二丁目、学校町通り三番町、 水道町一丁目、関新一丁目、関屋、関屋下河原町一丁目、関屋下河原町二丁目、関屋新町通り一丁目、関屋田町一丁目、関屋田町二丁目、関屋田町三丁目、関屋本村町一丁目、関屋松並町一丁目、関屋松並町二丁目、西船見町白山浦新町通り、青山五丁目、青山六丁目、青山七丁目、 青山八丁目、浦山2丁目、浦山3丁目、浦山4丁目、関谷堀割町中、青山5から8丁目、浦山2から4丁目は、申請により、新潟市立小針中学校へ就学できる地域である。青山小学校校区で、新潟市立小針中学校へ就学する通学区域は、青山7丁目、青山八丁目、西有明町、松見台。 ありがとうございます。